つらいのうどん。美味しそう。うん、食べたかったんだよね。ん？ネギを入れます。うどん、そう、うどんばっか食べてるかも。カホーショールームの時だいたいね、うどん食べたくなるんだよね、いつも。何うどん、なんだろう。ぶっかけうどん天かすとネギと、あと生姜とね、卵がついてるんだけど、卵は顔入れない派なんですよね。生姜も入れて、よいよ。迷子中？迷子になってるの？大丈夫？多分そう、ダルメシアン柄だと思う、このお洋服。イエーイ、うどん。化学調味料不使用のつゆです。おいしそう。冷やしうどんです。おいしそう。次、生姜大丈夫です。からしがね、ダメ。あとわさびがダメなんです。麺が固まっております。そうめんとかね、うどんとか好き。うどんが一番好きかな、麺類だったら。ラーメン、あ、ラーメン食べたいんだった、最近。ラーメン食べたいな。誰か行こうよ、ラーメン。もうね、かほさ、コンサート終わって、ラムネも終わったじゃないですか、ラムネの飲み方公演。だから好きなもの食べようって決めてるんですけど、焼肉行きたいし、ラーメンも食べたいし。待って、暖房がすごい、暖房がすごい寄り添っている私に。めっちゃまあいいか。一人で寝ます。私ね、一人の時間好きなんですよね、結構。人といる時間も好きだけど、一人の時間も好き。うどんが、うん、寝るときは切るよ。うどんいただきます。うどんだ、うまっ迷うね。うまい、うまい、うまいおいしいのだけど、うどん。うん、やばい、今日まだツイートしてなかった。ありがとうございました。
何置いとこうかな、落としそうだから。メールには送ったんですよね。送ったっけ、送った気がするよ。うん、おいしい。おいしいです。最近寝落ちの連続で全然ショールーム見れてなくてごめんなさい。ううん、大丈夫ですよ。カホは5月たくさんするから、これから予定合うといいね。よく噛むね。嘘、ほんと普通じゃない。うん、飲み込める大きさにしてる。おいしい、おいしい。明日は23歳です。今日は3歳。冷たいうどんで、よく食べてよく寝る。かほり、ちょっと暖房切っていいですか？風が強いよ。おいしい、おいしい。いつも食べてるよね、うどん。あー、お祝いがいっぱい来た。うどんの美味しい。うどん、うどん、うどん。うどんってなんでこんなに美味しいんだろう。考えた人天才だよね。うどんに感謝して生きよう。感謝。違うんです、机がここまでしかなくてうどんが落ちたら服にかかるからですうん、新しいプロフィール画像、風吹いてないのなんで。風が不評だからですよ風吹いたんだろう。
うんふんすすれないんですよね私麺。ポッてなるわかる？ポッてなるんですよ。ポッてならない？やらないけど違う、なんかスーって入ってこなくて、なんて言ったらいいんだろう崩れないの。そうじゃないか、ポじゃないか、うんーってなる、うんーってうんーってなるの。だからこうやって丸めて食べるラーメンもすすれない、ラーメンの方がすすれない。うん、いいんですよこれで、猫みたいに一粒一粒食べて。丸めるの大変じゃないですよ、噛んでる間に丸くなってるラテちゃん、犬ってさ、ご飯あげるとバババババって食べるじゃないですか。プリンちゃんっていうミニチュアダックスフンド飼ってたんですけど、そのワンちゃんはもう鼻がもうめっちゃ餌ご飯のお皿にぶつかるレベルでバババババって食べてたんですけど、ラテちゃんはこの一粒が餌だとすると一粒食べてよく噛んで、一粒食べてよく噛んでってしてて、でご飯があってこっち側を食べ終わるとこっちに移動してまた一粒食べてってやるんですよそんな食べ方あるって思ったけど最初、うん、そうみたい。しかも3粒とか残すの、40粒ぐらいあってパッと見ね、40粒ぐらいあるのに3粒だけ残すのそう、なんでちょっと微妙な数残すんだろうって思ってるんですけど、ラテちゃんのご飯の時間はまあ朝の6時と夜の6時の2回なんですけど、人間が9時ぐらいに食べるんですよ、夜の夜ご飯、夜の9時に食べるんですけど、私たちが夜ご飯を食べやると残してた3粒を一緒に食べるんですよ。だから夜ご飯私たちと一緒に食べるためにいつもちょっと残すんですよ、ラテちゃん可愛くない？まあ食べてない時もあるけどうん、本当にそう、そう食べない時もあるし夜寝る前に食べる時もあるけど、なんか人間に合わせずに、けど多分私たちが食べてると食べたくなるのかもしれない、うん
でも私たちがご飯食べ始めたタイミングでトイレする時もあるけど、どっちか一緒にご飯食べるかトイレするかな、それか寝るか。ラテちゃんは本当にね、いい環境で生きてると思うよ。あ、でも魚、夜ご飯魚焼いた日とか、机の上、机からこうやって顔出してよく見てる。でも毛が長いと運動神経悪いよ。そう、かわいい、かわいいの。あげないです。人間の食べ物はね、あげてない。あてちゃんの好きな食べ物は？チュール。チュールチュール、好きですよ。あんま食べてないけどね。何回だろう、月一とかじゃないかな、そんなあげてないかな。なぐちゃんね、なんかね、食べ物によってはすぐ影響されちゃうんですよ、体調に。そう、寝坊して遠くから間に合わなかった。あいますよ、たまにそういう方。疲れてると寝ちゃうよね。うん、チューした。わあ、うん、明日3時起きなの？オールナイト日本だっけ、00だっけ、聞けるじゃないですか今日のラジオ。明日か、早起きだね。おやすみ。明日の仕事に寝坊しそうで怖い。早いですか？でもね、遅くても11時には終わります、この配信。ゼロポジが始まるので、うん、
リアタイ、どうしよう、迷いますね。リアタイしたいんですけど、めちゃめちゃ眠いんですよ今。後で聞けもらえないかな。7時台までだと早いっていうイメージ。8時からだったらまあ朝だなって思うけど。あとから聞けますか、誰でも。誰でも聞けますか。うん、うどんが逃げた。情報が追いつけてないんですけど、カホは出ないんですけど、あのオールナイトニッポンゼロ、ゼロって読むのかな、が今日の、あ、違う、明日の3時、うん、今日の3時、うん、約5時間後にあります。危険です。うどん食べてます、どうも。じゃらーん。XL サイズもらった。ゆずさんとナッキーさんとカノさんです。昔 SKE ファンでした。今からカホのファンになりなよ。欲しい。ハートだった。交換したんです。そうそう、セーターティー、カホのあげてゆずさんのもらった。うん、名古屋では聞けないのか、残念。エゴサしよう、寝ちゃったら。オールナイトニッポンゼロでエゴサしよう。おいしい。うどんがおいしい。おいしいね。うん、冷たいうどんが好きです。どっち食べてもいいならね。うん、寒い日はあったかいうどん食べるんだけど、冷たいうどんが好き。
うん、美味しい、拍手美味しい。カレーうどんに冷たいのなんてあるの？冷たいカレーって、うん、美味しい。確かに味噌煮込みとかカレーはあったかい方がいいかも。そうなんだ、美味しいです、うどんが。とてもうどんね、食べたかったんだよね。うどんときしめ、うどんが好き。猫舌じゃないよ、全然。人間の舌。麺類好き。我慢してたわけじゃなくて、食べるタイミングがなかったの。人間の舌です。おいしい。猫舌ってなんで猫舌なの？卵入れようかな、やっぱり。でもいつも入れて後悔するんだよね。そうめんも好き。いちごは今日の朝食べたよ。隣のレーンで園児風の、園児フードって釘付けになりました。お、なんで来てくれないんですか？次来てね。N 字た？ N 字た聞かないね、確かに。カップラーメン、カップラーメンもいいね。入れようかな。あとね、何本ぐらいだろう。12本ぐらい。卵。デリリリンデリ、なんだっけ。デリリリリン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 、違うわ。カホが言いたいのはトリックの、トリックの、ああすごい
下手だった。キャー。トリックの卵が割れると中から紫の黄身、もう黄身じゃないんですけど、あれが好きだった、あの映像。昔めっちゃ見てたよ、トリック。さて、うん、卵、うん、オランウータンじゃない、これ、これの話、これじゃない、シンバル持ってる。そう、卵は入れない派なんですけど、最後の方になると入れたくなっちゃうんですよ。で、入れてよく後悔するんだけど、今日は美味しい。カルボナーラは卵は割らない派。美味しいです。丸飲み。カルボナーラって卵が乗ってたりするじゃないですか。うどんの卵はいいんですけど、カルボナーラの卵はちょっと違うなって思う。うん、おいしい。残しちゃう卵。かほちゃんの好きなパスタは、なんて言うんだろう、トマトとチーズのパスタトマトソースの生パスタ。今日お昼のさ、ケータリングにあってね、パスタが、きのことツナと玉ねぎかな。美味しかった。うん、うん、美味しいって言いながら食べてたうん、うん、でもボロネーゼも好き。ボロネーゼもすごい好きだから、ボロネーゼも食べちゃうな。うん、あとなんかなんだっけな、
ビーフストカルボナーラの風みたいなやつとなんだっけな、カタカナがいっぱいでした。お昼のケータリングはルールは中華だったね。そうカタカナいっぱいあってね、あんまりね覚えてないんです。食べれたらいいかなみたいな。うん、ごちそうさまでした。液体残ってるけど食べ終わった。おいしい、もう一回食べれそう。お酒飲めるけどあんま飲まない。飲まないですよ液体、ちょっと申し訳ないけど後で片付けます。お茶、お水だった。もうやばい、やばいかもしれない、やばいかもしれない。全然剥がせない。アイスを買ったんですけどプリプリしている。続きまして、あー溶けていらっしゃいますね。こちらは何味だと思いますか。いや冷蔵庫には入れたんですけど冷凍庫がなくてね、割とゆっくりうどん食べたじゃないですか。あ意外と大丈夫そう。正解はディディディン、チョコ。なんかねオレンジが入っているチョコですのアイス。おいしい。うん、オレンジピールみたいなのが入ってるよ。大人じゃない？美味しいです。眠たいですね。そしてお味しい、うん、明日はゆっくりです。うん、チョコは濃厚ですね。オレンジピール 2%。
2% 感じる感じる。カナリア泣いてた。うん、でもいるよ、オレンジピール見せないけど。冷たいものすが、本当確かにちゃんとお湯に浸かりますね今日。なんで見せてくれないのって、特典映像なので無理です。オレンジビール。オレンジビール美味しそうだね、飲まないけど。あ、そうじゃん、11時までだとブログとか書けなくなっちゃうから、うん、美味しい。明日使えるネタ？うん。冷た。うん。美味しいですね。うん。アンコールの手拍子はどんなのがいい？うん、難しいですよね手拍子って、どんどん速くなっていくし。いつもスタンバイしてるし、早い早い早いって思いながら一緒に叩いてる。うん、後ろに叩いてるよ。知らんかった？いいじゃん、あれにしようよ、3連符で行こう、次の公演は。絶対揃わない。
トマトトマトトマトでやったらいけるよ。うん、楽譜用意。10時半だ。うん、8連符？これ8連符？16分符？わかんない。忘れちゃうんですよね、すぐ。そしたらアンコール。意外ときついんだよ。痛い痛い、肩が痛い。筋肉痛なんですよ。今日は私と会ってくださった方、気づきました？うん、私が筋肉痛だということに。こことね、ここが痛い。イエーイ、ずっとのここでやられたよね。ごちそうさまでした。シップ貼ってないもん。わあ。そうだからね、隠れてこうストレッチした。痛いなぁと。美味しかった。みんな満月だよ。満月。なんで筋肉痛？昨日公園だったんですよ。二重丸。ここピカー。お釈迦様。あれじゃない、なんだっけ、テレタビーズの時間だよ。ピカーン、知ってますか？知らんか。知らんよね。今日さ、あのアイメイクしてないんですよ。気づきました？あ、アイシャドウはしてるんですけど、目はね、そう、マスカラとアイライン引いてないんです。ピューラーもしてないから。薄い、そう、そういうこと。
今日眉毛濃い。嘘、アイメイクしてないからだと思うよ。全然してるけど、全然してないからだと思うよ。そんないから演じ服服にやってました。ありがとうございますというわけでブログとメールを更新するので、そろそろ追い飛ばします。ほんのに1位にそういたの。今日の帰りも結局どうしようかなと見ながらやってたら、そうさらに増えてた。まあでもなんだろう、私は結構今月は忙しくないので、今のところ忙しくないので、なんかお風呂入ってる時とかドライヤーしてる時とか、お仕事を向かってる通勤時とか通勤って言っていいのかなとかね、いつもねなんかポケーっとしてることが多かったんですよ。そうだからそういう時間にやろうと思ってやってるだけなので、無理してやってるわけじゃなくてね。ツインテールそうでもね、ただカホが昨日いきなりポイントが上がってしまったのは、お風呂とドライヤーとかしながらやってて長いんですよ。お風呂入って寝るまでに3時間とかかかるので、その間やってたらみんなを抜いていた。そうだから私が基本的にやってるけど、疲れてる時はあんまりやらないけどどんなイベントに参加したい？なんだろう、とりあえず CM は撮り直したいです、大富豪の。で、今のイベントは、なんて言うんだろうね。私はね、そう、帽子を、キャップをかぶってるファンの方が結構いらっしゃってるんですけど、そう、でも、R4G さんでは、キャップを作ってなくて、カホが。で、生誕グッズも帽子は作れないじゃないですか。だから、キャップを作れたら、みんな喜んでかぶってくれるのかなとか思って、鉢切りしまくってるだけです。あ、でも、確かに水着のイベントとか、と場合にもよるんだけどね。そうそうそう、やりたい、自分がこれすごいやりたいっていう時はちゃんと前もって言うので、そうですね、何かしらカホがゲームだけじゃなくて、何かしらカホが、なんだろう、グラビア乗ったりとか、あとなんだろう、私に乗らせていただいたりとか、そういう時は
鬼のように拡散してくれたりゲットしてくれたりしたら嬉しいですね。大富豪ここ数ヶ月開いてないけど大丈夫、大丈夫だと思うよ。やろうよ。ときめこうよ。そうでもね、あの寝る時間削ってまでとかは大丈夫です。しなくて皆さんが暇な時間に一緒にやってくれたらいいかな。今回のイベントはそんな感じです。なので CM を取り直、大富豪は CM を取り直せるよってなった時にあのよろしくお願いします。取り直したいの。普通の髪の色で。はい、というわけで今月はぼちぼち楽しむ程度にしましょう。そう、誕生日おめでとう。うん、今月は勝負の月ではないです。そう、でもカホとときめけるタイミングは多いかもしれないですね。今月はそんな感じ。寝不足にはならなくていいよ。みんなが一緒に楽しんでくれたらその分入るかもしれないしね。そしたらそれはそれで嬉しいことじゃん。というわけでメールとブログを書くので、あ、待って、明日あの目覚ましはならないかな。目覚ましならないかチェックしてねよ。ブログとメール送ります。1、ありがとうございます。2、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。そう、7時にねセットされてるの。5位、ありがとうございます。6位ありがとうございます。7位ありがとうございます。8位ありがとうございます。9位ありがとうございます。10位ありがとうございます。11位ありがとうございます。12位ありがとうございます。13位ありがとうございます。イエーイ。団長以外の皆さんもありがとうございました。ご飯食べてるだけの私にお付き合いいただきありがとうございます。カホはね今ね一番ね、そう一番っていうかあれなんですけど、雑誌系のお仕事での目標といったら、でも生誕祭で言った方がいいのかな。センター祭近いとさ分かんないよね。まあでも生誕祭はねなんか月末とかになりそうだから、今日はね単独のね雑誌の表紙がいつかしてみたい、してみたいというかできるように頑張ってます。そう、しかもネット版もいいんですけど書店に置かれたいんですよね。そう、だから痩せるしもっとね可愛くならなきゃですね。なのでアンケート書いたりたくさん拡散したり
してくれたら嬉しいですし、カホもそういうお仕事をされてる方々にの心にヒットするように頑張ります。はいみんなと同じ方を向いて進んでたらいつか叶うと思うので、諦めなければね、叶いますね。最近サラダ食べてるんだよ、カホ今日も食べた。というわけでありがとうございました。この後もね、ブログとメール書いたら大富豪しながらね、お風呂入ると思う。お風呂入るじゃない、そう、お風呂入りながら大富豪すると思うので、言い方変えただけだったはい、なので皆さんも暇だったら出会いましょう。バイバーイ。